今回は、少し苦手とする学生が多い図形と方程式の中でもやや抽象的な話題について触れたいと思います。今考える状況、話題というのは2つの円 fxy=0 と gxy=0。これはその2つの円が、x と y の2次関数で表されるということを、省略して書いただけなんですけども、2つの円が、2点で交わっているとき、交わっているということですね。円である以上は2点で交わるしかない。ときに、この、2点を交わる、この2点を必ず通るような曲線というのは、あるいは直線というのはどういうふうに書けるんだろうかということを考えていきたいと思います。で、いきなり結論から申してしまいますと、2つの定数、m、n というもの、次数ですね、を用いたときに、mfxy 足す ngxy イコール0。この関数というのは、実は、今投げかけた問いに対する直接的な回答になっているんですね。つまり、この m と n っていう数字、定数と言ったんですけども、この数字をいろんな値に変えた時に常にこの式が成り立つという場合は、必ずこの2点を通ると。どういうことかっていうと、具体的には、同じ図を書くんですけれども、こんなふうに2円があったときに、例えばこの式がこんな円を表したり、あるいはこんな円を表したり、あるいはこんなものすごい大きな円を表したり、もう書ききれないぐらい大きな半径の円を表したりと。で、こういうものが m と n の値が変わっていくことによって、こういうありとあらゆる円、あるいは実は2点を取る直線になったりするということなんですね。で、どういうことかって言いますと、じゃあ fxy っていう関数が、a プラス b って書いてしまったんですけども、とりあえずは円なので、係数同じですから、こういうふうに書いておきましょうか。x 次乗プラス y 次乗プラス cx プラス dy プラス e イコール0と。で、同様に gxy イコール0を x 次乗プラス y 次乗プラス px プラス qy プラス r イコール0。こういうふうに表してみる。すると、そのまま、じゃあこの式をアスタリスクとしましょうか。代入してやると、これっていうのは、x 次乗 mx 次乗プラス y 次乗プラス cx プラス dy プラス e 足す nx 次乗プラス y 次乗プラス px プラス qy プラス r イコール0。こんなふうに書けるっていうわけですね。すると、この m と n の数字が変わることで何が変わるのかなというと、
まあ、まとめてしまえばわかるんですけれども、MC プラス MPX プラス MD プラス MQY プラス ME プラス MR イコール0。もうわかりかと思うんですけども、このM と N の値を変えてやることによって、これを例の、N のこういう公式ですね、普通よく一番初めに学ぶことが多い、中心アルファベータで半径 R の形に、直してやった時に、この中心の位置と半径の長さっていうのが変化するわけですね。そうすることでこうしたこういう円になったりとか、このちょうどこの二交点の直線っていうのを、まあ、ちょうど直径にするような円ができたりとか、まあ、あるいはこういう果てしなくむちゃくちゃに大きいこういう円になったりとかっていうのが、まあ、M と N をパラメータとして変わっていくと。ただし必ずこの値が0、アスタリスクの値が0になるということは、 M と N がどう変化しようが必ず fxy イコール0かつ gxy イコール0っていうことが保証されてますから、すなわち fxy と gxy イコール0の両方を満たす交点を通るということになるわけですね。じゃあ気になるのはこれ、直線の時どういう時に直線になるの？という話なんですけども、先ほど変形したこの式、これですね、ここのところでよじっと眺めていただくとお分かりになるかなと思うんですが、要するに直線になるということは、直線になるということは2次の係数がない、ゼロってことなんですよね。じゃあ2次の係数がゼロっていうことはどういうことかっていうと、この鍵括弧した一番最後の式からお分かりになると思うんですが、要するに m プラス n が0になってやればいいと。大きさ同じで正負が逆という m と n の関係でさえありさえすれば、必ずこの直線を、このアスタリスクの関数っていうのは直線を表すことになると。いうことがわかるわけです。まあ少し抽象的な話題ですけれども、次は演習題を使ってこのことの理解を深めていきましょう。